はい、こんにちは、ピカです。さあ、それでは今回もモンスターハンター3やっていきましょう。で、まず武器、このハンマー買いました。ウォーメイスか。攻撃力が155になってますね。で、装備はあのナルガアーム、これあの集会場でオンラインでナルが倒したんでね、倒したというか倒してもらったというか、うん、それであのこの腕だけ買えるようになったんで買いましたね。で、そのおかげでステータスが、防御力が29だったのが43になってます。それで今回は ウルクススと、ボルボロスか、この2つ倒してみたいと思います。それじゃあまずウルクススから倒しましょうね。まあ、できるだけ早く。これは凍土というステージですね。まあ、ウルクススは知ってる方多いと思うんで、まあ飛ばそうと思ったけども、この凍土という、まあこのなんというムービーでしょうか、ムービーもちょっと見たかったんで、まあちょっと倒してみようかなと。多分2番にいるのかな、いるのかな。よし、でこのし、あの 猫たちにもね、あのこのゆくもの傘の装備買ってやりました。はい、ちょっと強くなったかな。ハンマーも 4G と違うところはどこだろう。ハンマーはどっちか。あ、じゃあ
回復部へ増えてくれたね。成長したね。あっとやばい。当たらないな。ワンミンヒットも難しいぞ。あばい、止まったか。おいで。見えたか。あれ、えい、よし、チャンス。
さあ次はボルボロスだな。それじゃあボルボロスのところまでカットしようかな。はい、それじゃあボルボロス倒しに行きましょう。さあ行ってみよう。あれ強いからね、今の装備で勝てるかな。なんかね、泥を落としてくるからね、本当はボウガンで倒したかったんだけど、あ、こいつだな。泥に当たったらね、動く、あの雪だるま状態になるから、ね、
あ、やばい。うまいことヒットしないな。やっぱり。もう疲れてきたか。よし、チャンスだ。ピオリチャンス。壊れて、よし。なんか食いに行くかもしれない。あ、怒った。
あれ2番かな。これで眠ってるところ狙うかな。はい、それじゃあ今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。